よかった。警察総務おじじやおばばたちも楽しんでたよ。ヨーヨがここで何をしているのか聞きたい？ここでみんなのために歌を歌ってるの。師匠のように金を奏でて美しい音を出すことはできないけど、歌を歌うくらいはヨーヨにだってできるもん。弱心おばばにも褒められたよ。それで美味しいキャンディーをもらったの。よかった。警察前に師匠から仙人のことをたくさん聞いたよ。大きな鹿の角が生えている衣装おじちゃん、お宝集めが好きな鳴海おじちゃん、話してる時ね、たまに師匠の声が少し悲しそうになるの。でも最後は必ず笑いながら、みんなリーユエが大好きだって教えてくれるんだよ。ヨーヨもリーユエが大好きだから、あの仙人のおじちゃんやおばちゃんたちの代わりにヨーヨはリーユエのみんなのお世話をちゃんとするからね。よかった。警察総務おじじやおばばたちもドヴォルザークおじちゃんが物語の仙女を見つけられたことも、その仙女が師匠だったことも、両方ヨーヨは嬉しく思ってるよ。それにヨーヨも力になれたんだよね。これなら師匠に恥をかかせないかな。それにそれにおじちゃんが友達に頼んでフォンテーヌからおもちゃを持ってきてくれたの。ヨーヨそれ大好き。いや、ヨーヨはね、最初はもらうつもりじゃなかったんだよ。でも師匠がもらっていいって言ったからもらったの。よかった。ケースバイバイ。ちゃんとパイモンちゃんのお世話してあげるんですよ。機会があればまたヨーヨと遊びに来てね。バーヤは金を引くのがお上手だ。私にも教えてくれないか？エンヒは本当に好奇心が強いの。せっかくのお祭りでゆっくり休める機会じゃというのに、あれこれ教えろとせがんでどうするのじゃ。安心してくれバーヤ。私は習得が早いからな。早く弾けるようになってバーヤと一緒に合奏したいんだ。私がバーヤの作った旋律についていけるように残さず全部教えてくれ。はいはい、まずはその前にお茶のおかわりをそこに置いて冷やしてくれるかい？了解バーヤ。先ほど元将からまた杏仁豆腐をもらったんだが、シャンリンが作ったものをまだ食べていなくてな。お前も食べてみるといい。我の舌はお前ほどではない。その違いは感じ取れないだろう。俗世の生活もきっとそれぞれに違いがあるのだろうな。今後はもっといろいろなことを語ってくれ。我も耳を傾けるとしよう。立派な船だね。潮風に吹かれながら空を悠々と飛ぶカモメを眺めて大声で歌いたくなってくるよ。カズハ、ここに泊まって吟遊詩人として詩を読みたいんだけど、いいかな？うむ、ウェンティ殿の腕ならば問題ないでござろう。しかし拙者も含めてここにいる船員たちは鹿の際に乏しい。言葉の中に隠された真意を読み取ることができるかは分からぬ。そんなこと言っちゃいけないよ。詩は心が感じるままに作るもの。同じ景色や雰囲気の中にいる人ならきっと感じ取ってくれるさ。ふう、モンドにも港はあるけど船に乗る機会は少ないんだよね。そういえばこの船は
欠点なんてないくらい素晴らしいけど、ただ一つ。うむ。カズハ、その君の姉君に言ってくれないかな。僕は幼く見えるだけで、もうとっくにお酒が飲める年だって。せっかく船の上で海の幸を食べられるのに、美味しいお酒を楽しめないなんて、そりゃないよ。僕のためだと思ってお願いね。いいでしょ。それは拙者ではどうしようもないのでござる。姉君が今船にいないからではなく、そもそもそれについては相談の余地がないのでござるよ。拙者でさえ食事時は酒を置いてない席に座ることになっている。僕が飲める量は君とは違うのに。僕本当にたくさん飲めるんだよ。野菜は十分新鮮で、乾物も数が揃っている。海鮮は、うん、不要だろう。まあ、お前か。また会ったな。ここで俺を見かけるのはそんなに驚くようなことか。同志からの新たな仕事でな。祭りの期間中、シャンリンは店につきっきりで遊ぶ暇もないらしい。それを見た同志がシャンリンに少し自由な時間を作ってやろうと、俺を何日かこちらに派遣したんだ。だがいざ来てみると、有能な旧友がいる。俺が手伝えることはなさそうだ。えれれ。旧友が野菜を運んだり火を起こしたりする姿を見ていると、なんとも心が弾むものだな。そうだ、竜釈風神君のからくり調理神器を借りて使ってみるか。ね。置く場所がないと。ふん、そうか。おい、今回私を呼んだのは木を打つためなんかじゃないだろうな。あら船長さん、そんな言い方じゃなくて、もっとはっきり言ってくれないかしら。木を打つのが退屈だから嫌なの？それとも私という人間に付き合うのが飽きたという意味かしら。その辺を明確にしてくれないと、どう答えたらいいのかわからないじゃない。ったく、あんたってやつは一言言えば3倍になって帰ってきやがる。じゃあ今後はどの仕事も明確に処理しようじゃねえか。その方が簡単でみんなも楽できんだろ。あら、私はそれでもいいけど、北斗船長の商売もそれで大丈夫なのかしら。はっ、バカなことを。あの茶室のオーナーだが、時々私の船に来ては情報を探ってるだろう。船体に頼んで品を仕入れたいなんて言っちゃいるが、あいつが誰のために動いてるのか私が知らないとでも思ってんのか。あら、さすが船長さん、そんなことも知ってるなんてね。では彼女も呼びましょうか。それとも私たちが彼女の茶室に行こうかしら。人が増えて賑やかになれば、二人で木を打たないで済むでしょ。船長さんが退屈してしまうのも良くないし。つまり本当に木を打つつもりだったってことか。怪盗祭はますます賑やかになりましたね。この音楽は、うん。白先生、薬準備できた。誰に送る？あの歌を歌う者たちにですよ。音楽祭に出るというのはとても大変なことですから、薬を準備してちゃんと喉を休めてもらわないと。そのために薬先生、徹夜で薬たくさん作った。幽変からの伝言であれだけ言われれば怠るわけにもいきませんからね。さて、もう少し最終確認をさせてください。この薬は、よし、あたいも急いで新曲作りに集中しないとな。もう夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか。あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは信玄さんですね。
都仙宝仙というのはいかがですか。おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音雲間に轟くとしましょう。素晴らしい、実に素晴らしかった。ああ、雲間から響き渡った音楽を聞いた瞬間、私は立ったまま気絶しそうだった。あれは私からすればある種の魔力、いや戦力と言うべきかな。最後の合奏も非常に心に響く演奏だった。もし舞台上にいなければ泣いてしまっていたかもしれない。素晴らしい。これからの長期を見据えた計画について相談するために天柱園行幸さんから玉境内に誘われたんだ。全てがうまくいき、これからもこんな風に協力できる機会があることを願っている。その時になればぜひ来てくれ。一番いい席を取っておくから。素晴らしい。お会いして直接感謝を伝えたぞ。困っている人を助けるのは当たり前のこと。あなたがリーユエコーにもたらした素敵な音楽の方が感謝や祝福に値するものとおっしゃってくださった。もう本当にもったいないお言葉だったよ。それで私もさらに素敵なこの時代にふさわしい音楽を作ろうと決意したんだ。素晴らしい。今回のことは全部あなたのおかげだ。改めて心からのお礼をさせてくれ。